柴田氏は北越後の国人で、陽北州と呼ばれた。佐々木森綱を外する佐々木島であり、舵市の所流。一族に泉野氏がいる。室町時代頃より、舵氏より分かれ、代々柴田城を本拠とし、新潟津から三条島までに及ぶ周辺を支配していた。柴田町、厚氏の第二は、上杉謙信に従い。 天正六年の剣心没後に勃発した、お立ての乱では、上杉影勝に従って活躍したが、長圧氏が急死。急遽弟の茂家が、柴田家を継いだが、これが原因で恩賞から漏れ、天正九年継承に対して、反乱を起こした。しかし、天正十五年、泉野城に続き、本拠地の柴田城が落城。越後国の領主としての柴田氏は滅亡した。 ただし、重家の弟、森木は、色部長実の仲介によって、後に帰参。母方のせいである新保氏を名乗り、子孫は代々米沢藩侍組として、加盟をつないだ。柴田氏系図、佐々木森綱。家じ実ん磯部秀忠実修事集、信重倉田義綱。長綱。柴田長綱。綱さだ。 長圧ししげえしんやりき。知事、ありがとうございます。